見てください。歴史の歪みが発生しようとしています。一体何が起きようとしているんでしょうか。おそらく、ワームホールの影響よ。ワームホール？何ですか、それは。時空と時空をつなぐトンネルのようなものね。そこに吸い込まれたものは、今いる時空とは異なる時空に送り込まれるの。そんなことが起きたら、歴史がめちゃくちゃになってしまうじゃないですか。ドミグラのやつ、時空を混乱させるために、次元式で発動する魔術を仕掛けたのね。ほんと、とんだ困ったちゃんだわ。このままでは、新たな歴史の改変を引き起こしてしまいます。早くワームホールを見つけ出して、破壊してしまわなくては。頼んだわよ。よろしくお願いします。父親です。バーダックさんは最後までフリーザ軍と戦ったそうです。この人が途中で倒れたら歴史が変わってしまいます。加勢してください。てめえ、どうやら味方らしいな。よし、徒党組んだサイヤ人の力見せてやろうぜ。なんだ、サイカ級戦士のお友達が登場か。はっはっはっは。
出来やがれ。俺は貴様が許せねえ。ザーボン、上部ハッチを開けなさい。まず俺たちを攻撃すんだ、フリーザー。俺たちとやつはお前の命令通り働いてきた。なのにサイヤ人にはもう消えてもらおうと思います。惑星ベジータでしょね。お前らサイヤ人は利用されてただけだぜ。なんだとは。おかしいですね。本来ならフリーザーはバーダックさんと戦うことなく惑星ベジータを破壊してしまうはず。何が起きているのか少し様子を見ましょう。フリーザーに攻撃してるのか。シャーク。これがこの星の最後の眺めになりますね。貴様が許さねえ。これで全てがこの惑星ベジータの運命、この俺のカロットの運命、そして黙りやがれ。貴様の運命もこれで最後だ。いいね、辛抱強く待った甲斐があった。こんな美しい花火ですよ。よかった。お帰りなさい。もしかして爆発に巻き込まれたのかと思いましたよ。お疲れ様でした。ひとまずあの時代を守ることはできたようです。バーダックさんのこと以外は、バーダックさんを飲み込んだ黒い穴、見ましたか？それがワームホールよ。じゃあバーダックさんを飲み込んだワームホールを急いで追わないと。とはいえ巻物の怪しい気配は感じられませんね。ドミグラが直接操っているわけじゃないから気配が薄いのかもしれないわ。じゃあトランクス、調べておいてね。え、あの、調べるってどうやって？ここの巻物を取り出して見て。一体どこの時代なんでしょうか？何言ってるの。それがわからないから調べるんでしょ。ここの巻物一つ一つですか？うん、頑張ってね。私も何か分かったら教えるわ。はい、なんとか調べておくので、あなたはまた後で来てください。